アントン・ペッフェンハウゼルは、アウクスブルクの鎧鍛冶職人。同時代の他の鎧職人とは違って、彼は各国の宮廷からの誘いを断り、パトロンなしで鎧を製作、販売していた。1525年バイエルン州で生まれた。母方の祖父は画家のアントン・リーデル。中世ドイツの大都市アウクスブルクにある鎧鍛冶の名門ヘルムシミート家でデジデリウスの下で見習いをしていたと考えられている。1545年アウクスブルク鎧鍛冶ギルドのマイスターとなり、同年レギーナ・マイクスネルと結婚。後にその妻が亡くなり、1560年レギーナ・エルテルと再婚した。墓碑銘には、二人の妻との間に14人の子供と書かれ、8人の男児と6人の女児、男1人女2人、そして教皇と領主を連想させる人物の絵が描かれている。同時代の職人、イエルク・ゾルクのデザイン帳によると、ペッフェンハウゼル初期の制作は1550年となっている。ヒギンス・アーモリー博物館像、ジョスト競技用の鎧フィラデルフィア美術館像、クリスティアン一世用バーゴネット・ゲルマン、国立博物館像、クリスティアン一世用ハンカチュー12領のうちの一つ、ペッフェンハウゼルは、パトロンを持たず各地の諸侯から直接注文を受けて、制作していた。また、他の甲冑師が作ったものを買い取り、海外へ輸出する貿易商としても知られていた。制作した甲冑には自らを示すイニシャルをかたどったマークを入れたり、マークのないものには書類を付け、今でいうブランド化を行っていた。ペッフェンハウゼルが活躍する16世紀後半は、腕の立つ鎧鍛冶職人がたくさん活躍しており、彼らにはパトロンがいた。彼らが作っていた美しい甲冑は、製作地域によってスタイルが異なるため大きく、ドイツ式、ミラノ式、グリニッチ式と分類される。以前は、ミラノ産が高級品として扱われていたが、技術の向上で他地域のものも遜色なく扱われるようになった。それらは、一般兵士のシンプルな鎧とは違って、戦闘に使われるよりも、パレードや、結婚式等の式典に使われ、権威の象徴あるいは外交上友好の品として扱われていた。多くは王侯貴族に購入されるため、パトロンの指示によって甲冑製作は発展した。中世から続くギルド制度は特権集団としての色合いを濃くしていった。年々甲冑の製作技術や芸術性が向上する一方で、その必要性は次第に薄れていった。その理由は定かではないが、エリザベス1世、フェリペ2世、ルイ14世、ジグムント3世など、絶対王政が確立していく中、戦争のスタイルや貴族、民衆の生活は変化し、人々の関心事は変化していた。後にペッフェンハウゼルの工房は、孫のヴィルヘルムの時代には、時計メーカーとして知られるようになる。ペッフェンハウゼルが活躍する時代は、技術の向上と、甲冑製作衰退が同時に進行する時期であり、パトロンを持たず自らの技術と信用を頼りに商売する姿勢は時代を生き抜く知恵だったと考えられる。ありがとうございます。